この時間は名古屋対北マケドニア、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームはフェルティンスアレーナで行われます。ドイツ初のドーム型のスタジアムとしても知られ、数多くの国際試合も開催されています。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。このゲームは4-5-1のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、これはどういうシステムで何を意図するんでしょうか。そうですね、特に中盤の形成ですよね、この右左に位置するサイドアタッカーですよね、はい、ここが一つのポイントになりますよね。やはりサイドアタッカーにボールを配球した中で、そこからドリブルだったりとか、サイドから攻撃のスタートをしてくるっていう狙いがありますよね、はい、さあこのワントップ、結構これは負担になりそうですね。そうですね、やっぱりこのワントップはボールがキープできること、ためをつけれるということは重要になりますよね、はい、もしくはやっぱスピードのある選手ですね、うん、このワントップにスピードのある選手で相手を攻めさせておいて、スペースにスピードで攻め込むっていうこのワントップの狙いもあるかもしれませんね、はい、まずファーストハーフ見ていきましょう。名古屋対北マケドニア、エキシビションマッチが始まりました。まあ、ゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりからシュート、これは素晴らしい反応でした。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ名古屋決定的なチャンスを迎えたシーンでした。アデミ、ビストロフスキ、エルマス、さあどこに出してくる。大きく縦へ、吉田、左上がっていきます。裏へ届くか、いいボールだ。米本へクロス、直接行ってしまいました。北マケドニアボールです。金崎がこれはファールを取られました。ボールはクリア、ビストロフスキ、仕掛けるタイミングを図る。金崎、左サイド上がっていきます。抜けてくる、丁寧に足元を使う。吉田パースをつなげます。パースでつないで攻め込んでいきます。名古屋、宮原、ここで前を向けるか。稲垣へ、さあどうする、どうする。米本からガブリエル・シャビエル、今日のゲーム両チーム、まずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね、序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。一人で持ち上がっていく米本、アデミからバンデフ、さあカウンタースピードを上げたいところ、来ましたよ、シュート、来た、先制、北マケドニア。落ち着いています、素晴らしいボールコントロール、まさにゴールに置きに行くというイメージ。
冷静にこういった判断ができるのは素晴らしいことだと思いますけどね。さあ北マケドニア、この時間に先制に成功です。いや目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。シャビエルカウンターを仕掛けます。エルマスナゴヤとしてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。ナゴヤここは人数をかけてしのぎます。金崎吉田中谷宮原木本米本相馬へシャビエルへさあ左サイドへドルーズボールさあシャビエルシュート。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。上がっていく右サイドアンデフチャンスを演出できるか。激しいボールの奪い合いです。取らないですね。吉田シャビエルへパスをつないで攻め込んでいきます。いや少しいい形になりかけたんですけどもね。エルマスアデミ縦へのボール木本名古屋最終ラインまでボールを下げる稲垣へ長いボールを送ります。シャビエルへ組み立てながら攻め上がっていくマテウスへこれはどうだ。ボールを下げてリズムを作るか。そろそろ前半30分を迎えようというところ。アデミ長いボール縦へソーマ米本シャビエルへ宮原相馬へシャビエルへ米本相馬へマテウスへ相馬へビストロフスキエルマスチャレンジはしません。後ろに流す大きく縦へさあ繋がるか。足元大事に行きます。抜けてくる
クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。さあ上げる中央へ、このクリアボール次へつなげたい。さあ上がる木本、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。吉田、シャビエルへ、左サイド上がっていく。名古屋としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか、それともリスクをかけて同点狙いに行くのか、この時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。吉田、中谷、名古屋、この残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなぎたいですよね。アデミ、北マケドニアが最終ラインまでボールを下げる。縦へのボール、中へのクロス、宮原、右サイド上がっていく。42分です。エルマス、ボールを下げてリズムを作るか。アデミ、長いボールを送ります。木本、チャレンジはしません、後ろに流す。縦へのボール、パンデフ、本日ワンアシストです。アデミ、ディストロフスキ、自分で行く、中央へ、名古屋、あわやというシーンでした。そして今前半終了の笛が吹かれました。45分間戦って1対0、名古屋1点を追う形で後半に向かいます。全体的に見るとそれほど悪い前半ではなかったんですけど、一瞬の隙を突かれて失点してしまいましたね。後半はわずかなスペースを見逃さないようにして、そこを狙っていくような形になると思いますね。名古屋対北マケドニア、それでは引き続きゲームをお楽しみください。さあ後半スタート。名古屋としては早めにペースをつかんでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。シャビエル、稲垣へ、マーテウスへのボール、マーテウスから右へ。この辺は人に対して厳しくいってますよね。名古屋、ここでファールをもらいます。フリーキックのチャンスです。こういうところ大事になってくるんですよね。直接か、フリーキック止めます。ナイスセーブ、キーパーナイスセーブでしたね。こういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいでしょうね。大きくサイドチェンジです。このパスがつながります。北マケドニアが最終ラインまでボールを下げる。ディストロフスキ、名古屋、ここでファールを取られます。
上がっていく、スルーパスを出す、さあどうする、フリーで受ける、どうだ、シュート、これはスローインとなります。エルマス、素早いパスで攻め上がっていきます。エルマス、アデミ、激しいボールの奪い合い、これはファールではありませんでした。シャビエル、吉田、木本、シャビエルへ、ここは一旦バックパス、中谷、中谷からターテへのボール、稲垣へ、宮原、大きく縦へ、金崎から右サイド、カウンターを仕掛けていきます。これ仕掛けるか、木本、一旦戻します、宮原、名古屋、現在セカンドハーフ立ち上がりで1点差を追う展開となっています。これについてはどうご覧になりますか。まあ早い段階で追いつければそれに越したことはないですけどもね、この時間で 0-1 ですとまだまだどっちに転ぶか全然予想できませんからね。さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。宮原、稲垣へ、また中央へ、さあバンデフ、上げる、中央へと、これは合わせたかったですよね。そうですね、アンデフからアデミー、名古屋、ここクリアで難を逃れます。エルマス、サイドを使います、うまいですね、クリア、このピンチをなんとか出します。名古屋、選手を変えるようです。これはオフサイドです。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。名古屋としては負けていますけども攻撃が形になってるんですよね。これは早めに1点決めていかないともったいないですよね。稲垣、阿部、マテウスへ、プレッシャー、エルマス、裏のスペースを狙う、パスでつないで攻め込んでいきます。名古屋、名古屋としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。阿部からのパス、相馬から吉田、阿部、組み立てながら攻め上がっていく、仕掛けるか、米本、ここはいいプレスで奪います。中谷、長いボール縦へ、ふわっと裏を狙う、素晴らしいパス、金崎、この取り出しは北澤さん
いやこのタイミングっていう時に抜けましたからね、よかったんじゃないでしょうかね。この繰り返しが大事ですよね。ランゲラック、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、プレスからボールがこぼれる。米本、吉田、アデミ、ボールを下げてリズムを作るか。アデミ、米本、吉田、速いパス回し、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏を狙っていきます。いけるか、エルマス、もう一つ前に行きたい。さあどこに出してくる。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。米本、アデミ、ビストロフスキ、アンデフ、エルマス、絶好の位置。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。稲垣、宮原から前線へ、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。長いボールを送ります。ボールの奪い合い激しいものがあります。スルーパスを狙う、いいボールですね。おこれいいでしょ、中央、木本、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。マテウス、名古屋、残り少ない時間をなんとか生かしたいところですよね。そうですね、もうパワープレーで仕掛けてこじ開けていくやり方がいいでしょうね。まあそうやってるうちに起こるミスもありますからね、そこを詰めたいですよね。コーナーキックになります。名古屋、ここでベンチが動きます。同時に2人の選手が入れ替わります。スーゾー、名古屋同点のチャンスでしたが決まりませんでした。これはチームにとって非常に大きなセーブになりましたよね。決まっていれば同点でしたからね。名古屋、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。フリーダ、シュート、同点、ここに来て同点。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているので非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備アップのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからね。名古屋同点に持ち込みました。ここ非常に疲れを感じる時間帯なんでね、はい、そこを気持ちでカバーしていかに走れるかが重要になってきますよね。なるほど、
チャレンジはしません。後ろに流す。アウェー側としては最後何かアイディア見せたいですよね。残り5分を切っています。エルマス、さあシュートレンジだ。ミドル、これよく止めましたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。エルマス、ミドルシュートでした。アンデフから大きく立て、ちょっと伸びてしまいました。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。木本、一呼吸を置きます。中谷、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。稲垣へ、木本、米本、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。縦へのボール、相馬、阿部へ、米本、素早いパスで攻め上がっていきます。ここで笛です。1対1、同点で試合を終えました。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。名古屋としては後半で取り返して、そのままの勢いで逆転までいくかなと思ったんですけども、相手もしっかり立て直してきましたね。そういった主導権の取り合いも含めて非常に興味深い一戦でしたね。はい、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。1対1の同点で終了しています。